どうせやったね。え、2連覇してたの？2連覇してた。え、すごい。すごいよね。それ本当にすごいと思うよ。いくらフェリーがクソキャラでマジ強いと言っても、それは本当にすごい、まあ。そう、すごい。さあ、立川さん。終わりですか？それとも、俺やってから終わりにする？どっち？ガメラさんはやってるっしょ、多分。アバニーまだやってんだ。終わりっぽいな。はいはいはい。たしかさんどうしますか。ディスコつなげます、つなげますか。いらねえよって感じ。もろ。ありがとうございました。どうしたのこいつ。なんか、え、昼のコメントカードをやってたんじゃない、うん、ディスコ軽く行っちゃいますか。だってなこいつマジで、はい、来いよ。俺立川のコメントの立川のディスコ知ってたっけ。あー多分知ってるかな。あ、知ってる知ってる。追加どのゲームのレイジでも2連覇モッチーさん。いや、カードゲームで2連覇ってまあ無理でしょ。ああ、ないっぽいんですよ、うん、でした。いや、お疲れ。ありがとうございました。本当に練習になりました。本当にすごい練習になりました。減らってはいます。お前その言い方マジバカにしてるだろ。何なのお前。減らってはいます、もちろん。いや、え、なんで減らるの。いや、まあ弱いからさ。でも自己責任じゃん。いや、もちろんそれは。じゃあ減らってもどうしようもなくない。いや、もちろんそれはそうなんですけど、やっぱり、うん、孫さん、人間みんな孫さんみたいに強くないんですよ。孫さん孫さん、やろうとんの。何やろうとんのこいつ。あのね、減らる人が減らる理由って理想と現実のギャップに対して減らるんだよ、大体。ああ、俺の理想が高いって話。多分、俺はもうちょい勝てるはずだ、うん、こんだけやったら勝てるはずだとか、思ってて、うん、で、実際現実来てみると、まあそこまでっていう、そうっすよね。ふうに自分でまあ評価が低い。うん。とか、あとは。いや、まあそれは、うん、そうなんですよね、やっぱ。まああとはその試合とか見て、うん。ごめんなさい、どうぞ。いや、いいよ、いいよ。いや、まあ、調子いいんかもなって思いながらやってたら、やっぱ、うん、高い行くと負けるわけじゃないですか。うん、まあ、荒削りな部分が多分多いからなんですけど、もちろん。うん、自己責任なんですよね、孫さん、本当に。うん。なんで荒削りやと思う？そもそも。そこなんよな。僕が不思議なのは、なんで立川はちゃんと1キャラをやり込まないのかなっていう。え、そこですか？そこなんですか、僕の課題って。いや、なんでそんな中いろんなキャラを中途半端につまんでつまんでやってさ、勝てるわけないじゃん、他の人はもっとやってんのに。うん、あ、いや、それはそうなんですけど、でもほら、うん、リーグもあるじゃないですか。うん、で、サブを選ぶ期間も、ちょっと、別にメナトもやってましたけど、うん、結局メナトはもういいやってことで、今、絞ってますけどね。お前、声震えて、ね、泣いてんの、お前。静かに、ちょ、なんだ。え、泣いてんの。え、トゲタさんに13連敗して、え、それからちょっとおかしくなったし。いや、トゲラはしょうがない。いや、まあでもマジでトゲタさんに負けてからやっぱ結構相当へこんだっすね。え、トゲタさんに負けて。トゲタ、そう、トゲタさんとあのトパちゃんの対策でやってもらって、うん、あの時はリアル涙ちょちょ切れるかと思いましたね。で、今のは演技だと。
まあまあ、面白いと思う。泣かないですよ。ピタッと言いました、まず。え、こいつマジ泣き始めたんかなと思って。ちょっと昼のことも冷たいから、後でちょっと。いや、もう、減らってるやつ、もう何が、何あるか分かんねえから。昼のこと？昼のことはやっぱり。あれな、面白いと思って書いてんの、全部。いやいや、違います。まあ、基本的には。その質問なんかずるくないですか？面白いと思ってやってんのって。いやいや、ムカついて書いてんのか、面白いと思って書いてんのか。うん、いや、ムカついてはないっすよ。あ、そうなんだ。うん、別に、あれっすよ。高橋正人軍団に何も思わないですし、うん、何したっけ、いやいやいや、チャッピーなんたらさんも別に何も思わないですよ、俺は。うん、正直。ただ、やっぱり、シュート対川野の七先待ってる間、うん、藤村さんと真子さんの試合ってやっぱ参考になるじゃないですか。それ見に行って、うん、まあ、片手でやれることをやってたって感じですか。別に深い意味ないです、正直。深い意味はない。わかりました。はい。ありがとうございます。まあ、聞きたかったことは聞けなかったけど、まあいいや。で、なんだっけ。ちょっと待ってください。まさに聞きたかったことって何ですか。いやいや、聞きたかったことは、なんでああいう内容のチャットを書いたのかってとこだよ。暇つぶしで書いたにしては、さすがにちょっと角が立つ内容だから。うん。コメントの方とってことですか。そう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 。ちょっとじゃあ、ここは、立ち位置考えて今後いやいやいや、ちょ なんで書いたのってだけだよ。あ、だ特に理由はないっすね、あんまり。いやでも遊びで、遊びで、まあ、人の会社遊びで荒らすなよ。いやごめんなさい、あれが荒らしでったってなるんだったらそう、すいません。いや荒らしって別にまあいいけど、はい、それが楽しんでやったのか、はい、ムカついてやったのか、ただそれだけで、聞いてんの本当にそれだけ。いやムカついてはないです別に。じゃあ楽しもうと思ってやったってこと。え、別にあれだよ、別にどっちが答えとかないからね、それでいいよ、はい、お前の正直な気持ちが聞きたいだけ。わかりました。うん、どっち。いやだから愉快犯ですまあだったらいいよ別にだったらいいよ別に怒ってないよ愉快犯でした。まあそれ楽しんでやりました、楽しんでやりましたって怒られると思った、はい、お前。いや孫さんの配信愉快犯で荒らしてごめんなさい、すいませんでした孫さん。お前それ言えないってことは、それ悪いことって自覚があったってこと。いやそういうことじゃないんですけど、ちょっと孫さんは怖いな、圧あるなと思った、控えめに喋ろうかなと。孫さん怒ってるかもなと思いました。別に怒んねえよこんなんじゃ。あ、本当ですか。怒んねえ怒んねえ、一応サブスクしたんです。いやだ、許されるから怒んねえってお前何でもかんでも金で解決できると思うのよ。終わっとんなお前でなんだっけ、その勝てないと。いやまあそうですよね、まあ勝てない、うん、自分の思ったほど勝率が手に入らないってこと。そうですね、とかマジでそれですよね、とかこれ以上何やっていいかよくわからないとか。いやよくわからなくはないんですけど、伸びしろはやっぱ出てくるんですけど、うん、まあ、不動産のリプレイ見たりとか、うん、そうそうね、いろんな人のリプレイにも宝の山なんで、うん、やっぱ、うん、